バディム・アコルジンは、ロシアトベリ出身の男性フィギュアスケート選手。パートナーは、ユリア・シャピロ、ヘイリー・アン・サックス。ロシアのトベリに生まれ、5歳の頃にスケートを始めた。1999年に、イスラエルに拠点を移し、以後イスラエル所属選手として、活動を始める。1999から2000年シーズンから、イスラエルで開催される。 シニアクラスのスケートイスラエルに出場。2000から2001年シーズンより ISU ジュニアグランプリに参戦したが、延べ4大会に出場し8位が、最高位2001年の世界ジュニア選手権では予選で35位となり、ショートプログラムに進むことができなかった。2002年、ロシアからイスラエルに拠点を移したユリア・シャピロと組み、ペアに転向。二0三から二0四年シーズンから、 ISU ジュニアグランプリに再び参戦。翌2004から2005年シーズンからは、シニアクラスの世界選手権及び、欧州選手権、ISU グランプリシリーズにも出場したが、表彰台に立つことはなかった。2005年にシャピロとのペアを解散。後に、ヘイリー・アン・サックスとペアを結成し、2008年の世界選手権で17位の成績を収めた。ありがとうございます。